町から朝帰ってきた炭治郎。家からは何やら変な匂い。中では家族が倒れケチャップまみれ。誰だケチャップまみれにしたのは遠いかる炭治郎。外では妹禰豆子が倒れていた。病院に連れて行こうとする炭治郎。禰豆子は目を覚ましたが鬼へと変わってしまった。禰豆子に襲われる。禰豆子はスクワット鬼へと変化。絶体絶命炭治郎。ここに助けに来たのはたけしではなく富岡義勇。義勇のブルーベリーに釣られて捕まる禰豆子。青鬼を助けようとする炭治郎だったがすぐにやられてしまう。そんな炭治郎を守ろうとする青鬼。炭治郎が目を覚ますとそこには口にうまい棒をつけた青鬼。義勇が天狗のお面をつけたおじさんがいるので会いに行けと言う。そして次回炭治郎は変なおじさんに会いに行くのであった。義勇に天狗のおじさんに会いに行けと言われた炭治郎。だけど禰豆子は鬼なので夜は移動できるが昼はやられてしまう。なので昼間は竹市場に入れて運ぶことに。しかしこれだと重すぎる。なので禰豆子、大きくなれるなら小さくもなれるんじゃないのかということで小さくなってもらいました。これで昼間を移動。夜は鬼が出てくるから危険なので家に泊まらせてもらうことに。しかしこの家ケチャップまみれの人が、そして鬼もいた。これには炭治郎もびっくり仰天。テストは0点。ツルツル食べれるところ10。鬼と炭治郎の戦いが始まる。炭治郎の攻撃だけどダメージ食らわない。続いて鬼の攻撃。炭治郎一気にやられる。これはまずい。だけどここに助けに来たのがたけしじゃなかった。禰豆子。鬼を倒しましたと思いきやまだ生きていた鬼。鬼に攻撃される禰豆子。その禰豆子を助けるために怒る炭治郎。なんやかんやありまして鬼を捕まえました。なんやかんやが知りたい人はぜひアニメを。アニメの方が面白いぞ。アマゾンプライムとかで見れるぞ。ここに現れた天狗のおじさん。炭治郎、鬼にとどめをさせるか躊躇してる間に朝が来てしまった。太陽の光でやられる鬼。躊躇した炭治郎にお怒りの天狗。そしてここから炭治郎を弟子にするかの試験。夜が明ける前に山を降りてきたら合格。こんなのへっちゃらと思いきやトラップが。こんなの食らったらまずい。しかし山にはいろんなトラップが。マイクラみたいなトラップだよ。そして炭治郎は鼻を利かせてみた。トラップの匂いを嗅ぎ分け無事戻ってこれましたとさ。ここから天狗の訓練が始まる。炭治郎は天狗のおじさんと修行をすることに。そしていつか鬼殺隊に入るのだ。炭治郎は鼻が利くようになり罠をかわせるようになってきた。しかし罠はどんどん危険なものに。そして成長してきたので剣を持ちながらの修行。すると一点罠をかわすのが難しくなってきた。そして天狗のおじさんと戦う修行。天狗のおじさんはめちゃくちゃ強くて転がし祭り。次から次へと転がし祭り。修行の間ずっと禰豆子は寝たまま。一緒のワールドの人がベッドで寝ないから起きないのでしょう。そして他にも修行は全集中の呼吸の修行、水の中に入る修行、そして最後に刀で岩を割れという。そして天狗のおじさんはウーバーイーツのバイトへと行った。だけどこんな岩割れるわけがない。ピエンピエン通り越してパオン。泣いているとそこにミカとタケシがやってきた。男だったら泣くなとタケシが股間を攻撃。あっさりやられた炭治郎は修行修行の日々。そして炭治郎は半年後タケシに勝つことができたのだ。するといつの間にかいなくなるミカとタケシ。そして気づけば岩は割れていました。これで修行は終わり。そして次回炭治郎は鬼殺隊の試験へ行くのであった。
岩を切って天狗のおじさんに最終選別に行くことを許された炭治郎。天狗のおじさんから熱盛に出てくるお面とダイヤの剣を渡された。ダイヤの剣はエンチャントで鬼を切れるようになっている。そしていざ最終選別へ。最終選別では白と黒の女の子に7日間生き残れと言われる。夜は鬼が活動するから危険だ。匂いを嗅いで鬼の場所を確かめる。臭いぞ鬼か、うんちだったと思いきややっぱり鬼だ。匂いのおかげでなんとか攻撃をかわせた。しかし鬼は2人現れた。これはピンチ。2体で襲いかかってきた。ここで修行の成果だ。水の呼吸士の方打ち潮。どんな技か知りたい方はぜひアニメを。修行のおかげで鬼をあっさり倒せた。だがものすごい匂いがしてきた。鬼は人間を食べれば食べるほどすごい匂いがするという。これはものすごい鬼だ。うんちだった。いや、うんち以外にも匂いがする。ガタ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 たけし状態。すぐにやられそうなモブが逃げている。追いかけてきたのはテオニ。テオニがモブを襲おうとしている。助けないと。水の呼吸2の方水黒魔。テオニは炭治郎のお面を見てこう言う。自分は天狗のおじさんに捕まった。そしてたけしとミカは自分が食べたと。食べた味は賞味期限が20年切れたうまい棒と一緒。これに怒り爆発の炭治郎だけど心の乱れを襲われる。炭治郎がやられてる間に逃げるモブ。怒ってはいけない。全集中。水の呼吸1の方水面斬り。果たして炭治郎は最終選別を突破することはできるのか。テオニを倒した炭治郎。テオニは人間だった頃の悲しい思い出を思い出す。コンビニでプリン買ってきた。食べよう。あ、スプーン入ってない。そしてテオニは消えました。だがまだまだ現れる鬼。この鬼たちに鬼が人間に戻る方法を聞くが何も答えてはくれません。仕方なく切ってゆく。あー、すっきりしたな。あ、トイレットペーパーない。何体も倒して気づけばさ。そしてゴールすることができました。ゴールの先には炭治郎以外に3人がいました。そしてここで一悶着。気になる方はぜひアニメを。ゴールしたみんなにはドローンが配られました。ドローン以外に玉鋼をくれます。好きなのを選べと言われたので金のにしました。世の中金だ金だ金だ。玉鋼を使って剣が作られるみたい。そして炭治郎は禰豆子と天狗のおじさんの元へと帰る。すると禰豆子が起きていました。天狗のおじさんの予想では禰豆子は人間を食べない代わりにいっぱい寝るみたい。そして数日後ひょっとこのおじさんもやってきました。ひょっとこのおじさんは玉鋼で日輪刀を作ってくれました。この刀は持ち主によって色が変わる。炭治郎の剣は金の剣から木炭の剣に変わってしまいました。そこへドローンが現れる。村で夜な夜な少女がさらわれてるみたい。この鬼を倒せという指令。果たして炭治郎はどうなるのか。天狗のおじさんが禰豆子が入っても軽いタンスを作ってくれたよ。だけど全然持ち上がらない。中にはたけしが入ってた。たけしを追い出して禰豆子にはブルーベリーになってもらい中に入れて井戸だ。少女がさらわれるという町へ向かう。そしてこの夜も少女がさらわれる。泣いてるスティーブ。そこに助けにやってきたのはアンパンマンではなくたけしなわけはなく炭治郎がやってきた。二人で少女を探すことに。そしてまた少女がさらわれる。鬼の匂いを感じる炭治郎。この匂い鬼だ。いや、うんちだった。すごく臭いうんちだった。しかしこのうんち鬼の匂いもする。攻撃してみたらやはり鬼だった。うんち青鬼と少女が出てきた。このうんち青鬼を倒していこう。うんち青鬼はうんちになって身を隠す。
だが鬼の匂いは消えず、匂いを頼りに仕掛ける炭治郎、全集中水の呼吸5の方。しかしうんち青鬼は3体もいた。無理やり8の方滝壺。だがうんち青鬼はトイレに流れない。スティーブを守りながらの戦い、そして激しいうんちの攻撃。どんだけ激しいかはぜひアニメをご覧ください。このまま炭治郎負けてしまうのか。いや、禰豆子がここを助ける。炭治郎と禰豆子は鬼に勝つことはできるのか。3体のうんち青鬼に囲まれる炭治郎と禰豆子。1体のうんち青鬼を禰豆子に任せて炭治郎はうんちの中へ。2体のうんち青鬼と対決。向かってきたところを水の呼吸と思いきや、すごい動きでかわしていく。こいつらうんちの中だと動きがすごいんだけど、向かってきたところで水の呼吸、全集中水の呼吸6の方、ねじれ渦。これでうんち青鬼たちはトイレに流されました。一方その頃禰豆子はケチャップの掛け合い。そこに戻ってきた炭治郎、ケチャップをかけていく。これで青鬼を倒したぞ。ちゃんとした戦いが見たい方はアニメをどうぞ。ちなみに青鬼から出てるのは血ではなくケチャップなので安心の映像。炭治郎は鬼に無惨のことを聞くが、ガタガタ震えて答えない。ガタ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 たけし状態。仕方なくとどめを刺しました。すると鬼殺隊の伝達が来て町へ行けという。町へやってきた炭治郎と禰豆子。しかし町の発展に疲れてしまい外れの屋台へ。だがここで鬼の匂いがするのであった。この匂い、家を襲った匂いと一緒だ。もしかしたら無惨か、この人混みの中から匂いがするって、これはうんちだ。うんち以外からもすごい匂い、こいつからだ。そしてこいつには人間の家族がいた。人間として暮らしてるのか、なぜ鬼だとみんな気づかない。すると無惨が人間にケチャップをかけた。かけられた人は青鬼になってしまった。さあこの状況どうする、炭治郎。無惨のケチャップによって町の人が鬼になってしまった。町の中で暴れる鬼、それを止める炭治郎。襲われた人の頭から出てるのは血ではなくケチャップなのでご安心を。鬼を抑えてる間に無惨たちはいなくなる。騒ぎを聞きつけ警察がやってくる。そこに鬼が2人。この騒ぎを止めるために術で鼻をいっぱい出す。鼻が気持ち悪くてみんないなくなった。この二人の鬼は悪いやつではなさそうだ。銀色の髪の鬼と一緒に禰豆子を迎えに行きアジトへ。一方その頃無惨は家族と別れて3人の人間に絡まれる。デコピンでどんどん倒していく。本当の倒し方を知りたい人は絶対にアニメ見た方がいいですよ。というかアニメ見てからこっち見た方が楽しいですよ。そして無惨の手作りケチャップをたくさん飲まされた人は鬼の許容範囲が超えて安倍氏と言ってやられます。たまにひでぶということも。そして無惨の元に2体の鬼が。無惨から炭治郎をケチャップでナポリタンみたいにしろという命令が。一方その頃炭治郎は行き止まりに。この行き止まり、もしかしたらボンビーがうんちしたのかな。うんち突入カードを使ってこの先へと進んでいく。この先にアジトがあるみたい。アジトの中でいろいろと話したけども、それはもうアニメ見ちゃってもうなんかやるのめんどくさい。そんなアジトの前にあの鬼二人が現れた。手についた目でどこにいるのかわかるようだ。そして鬼の持っていたブルーベリーがアジトを襲う。果たしてあの鬼二人に勝つことはできるのか。炭治郎たちの前に現れた二人の青鬼。なんかすごいごちゃごちゃしてるからすっきりさせるために落花生にしよう。落花生が落花生を投げる。落花生たちはかわすが落花生は追いかけてくる。落花生が落花生に命中。これじゃ誰に当たったか分かりにくいから戻そう。白髪青鬼がアンパンマンの顔を食らう。顔が入れ替わりやられてしまった。他のみんなには下がってもらい、ブルーベリー青鬼と対決。ブルーベリーを投げてくる。
ここで全集中。おやつの呼吸七の方、とんがりコーン。ブルーベリーを切ることはできるが、果汁が襲ってくる。切ってもダメ、かわしてもダメ、どうすればいいのかと思っていたら、やられたはずの白髪青鬼がよみがえる。白髪はカツラでした。白髪青鬼はブルーベリーには矢印がついてるという、それが見えない炭治郎。すると白髪青鬼が炭治郎に冷えピタを貼ってくれました。すると目が鬼に、これで矢印が見えるようになりました。この矢印を出してるのは手に目がついた鬼。木に隠れていたこいつをねずこが襲いかかる。昼間だけどそこは気にしないでね。矢印さえどうにかなればブルーベリーは止められる。手を増やしてこようがへっちゃらだ。全集中。おやつの呼吸6の方、ひねり上げ。このまま勝てるか。すると白髪とねずこが弱ったところを奪い取る。炭治郎は矢印と戦うことに。矢印は人間にもつけられる。一気に攻撃食らう。しかしなんやかんやありまして、なんやかんやが気になる方はぜひアニメを。全集中。おやつの呼吸2の方、かいロールケーキ。果たして炭治郎はこのまま勝てるのか。矢印鬼を倒した炭治郎。しかし矢印鬼が最後の力を振り絞り攻撃してくる。このまま地面に叩きつけられるとやばい。技を出して衝撃を弱くする。しかしまだまだ続く矢印鬼の攻撃。それを何度も必殺技を出して耐えてゆく。そしてやっと矢印鬼はやられていった。だが今ので全く動けなくなった炭治郎。一方その頃禰豆子たちの方はというと、手まり鬼と禰豆子がブルーベリーでバドミントンを楽しんでいる。ずっと続いてしまうラリー。このままでは勝負がつかない。そこで現れたのが医者青鬼。自らのケチャップを出して何やらそこから出していく。それを嗅いでしまった手まり鬼は呪いにかかる。呪いにかかり無残のことを話そうとするが、無残の呪いで体からスイッチのピンクのやつが出てくる。そしてひでぶと言ってやられていった。やられた手まり鬼のケチャップをもらうことに。ここから鬼を人に戻せる薬は作れるのか。医者鬼に薬のことは任せ、炭治郎と禰豆子はまた旅に出るのであった。そこに現れたドローンが次の行き先を告げる。二人の戦いはまだまだ続くのであった。チャッチャッチャチャッチャッチャチャッ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 チャンネル登録よろしく。